本日はワールズ2021グループステージ Day1 の模様をお送りしております。さあ、ここからは実況合図、そして解説にはレボルさんでお送りいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、続いて皆様お待ちかねゲーム 5T1 vs マーデトネーションオーカス、こちらの試合となっております。まあ、T1 については皆さん本当に、まあ、SKT の時代から、はい、韓国のチームですが、本当にファン、日本でもファンになっている方がとても多いチームで、何といっても象徴されるのはミッドレーンのフェイカー選手を中心としたチームということで、まあ、本当に実績のある素晴らしいチームを相手に初戦デトネーションフォーカスに戦わなければならないということで、もう間違いなく苦戦はすると思います。はい、そうですね。ただそんな中でどれだけこう自分たちのベストを尽くして、本当に戦略面からドラフトバンピック面から、そしてインゲームの中でもベストを尽くさないと、勝ちの目すら見えないような本当に強豪相手ですが、それに対して本当にフォーカスミのメンバーがどういった戦いをするのか本当に楽しみに見ていきたいと思いますね。ワールズを3度制したことがあるフェイカー、王の期間なんて呼ばれてますけど、このワールズの歴史はフェイカーの歴史と言ってもまあ過言ではないと。そうですね、2013年から、はい、本当にその韓国チームが強いというのを一つ確定させたのが2013年フェイカー選手 SKT-T1K の、はい、あの優勝からですからね。連覇したのが唯一無二ですからね、2015、2016。はい、2013年から2017年までは韓国チームがそうですずっと WCS 優勝しましたからね。そしてまあその後 LPL がっていうね流れが今あるわけです。まあその T1、 まあ何度も言いますがフェイカーに挑みますね。フェイカーだけじゃないですけど、トップはカンナ、ジャングルオーナー、今回 AD キャリーはグマユシ選手のようですね。ああ、なるほど、テリーではなくグマユシ、はい、そしてサポートはケリア選手。どのところも本当に個人技の高いプレイヤー、特にまあケリア選手はレーニングだけならまあ今大会最も強いサポートのうちの一人、はい、なの間違いないですからね。デビューして1年で LCK 国内でナンバーワンサポートの座をまあ勝ち取った選手ですからね。なんといっても、そして相方はグマイシ選手となるとかなりレーンプレッシャーが高い、攻撃的なスタイルかといった形になりますから。一方でカンナ選手もトップキャリー能力が非常に高いプレイヤーです。ソロキルの記録といったところを持っているプレイヤーになってますから、まあ、どこを中心にミッドのところを主導権を取りながらサイドレーンどちらかでスノーボールという展開を狙ってくるのは間違いないと思いますね。今年の T1 は唯一そのジャングルで苦しんだんですけど、後半にまあサブにいたオーナーを抜擢して、もう見事にフィットして、上り詰めたと。後半からだから調子が上がってきたこの T1 となっております。さあ、それに対するはデトネーションフォーカスミ、ここまで本当に来たんですね。グループステージに立ってますよ。公式戦、国際大会の公式戦で T1 を相手に戦いますからね。本当に立ってますよ。ずっと実感がなかったんです、私は。勝ってからずっと実感がなかった。実感を沸かすために見直しもしましたし、勝った瞬間を一視聴者としても見ました。改めてフェイカーにカメラが映った後にデトネーションフォーカスミのメンバーが映るとベスト16来たんだなって改めて思いますね。見てくださいよ、移り変わったエビなんですよ。不思議な絵ですねすごいことですね。3度世界を経った男に対して戦える、そしてその世界をかけて戦えるんですよ。練習試合とかではないんです、もう公式試合なんです。勝てば世界を取れる可能性のあるそのステージにデトネーションフォーカスミが立っています。選手たちの表情は特別硬くはなってないような感じはしますけどね。アリアだけでもちょっと硬かったですかね。インタビューを読むとやはりそのフェイカー選手に対して大きなリスペクトを持っているというところもありますから、自分の中では神の存在だと。神のような
彼らリスペクトを持っている相手に対して闘争心をかきたてて高いモチベーションで挑んでいく必要性がありますからね。そこのまずなんて言っていいんでしょう、恐れみたいなものはまず消して、戦っていきたいところですね。いい意味で吹っ切れていてほしい、まあ、吹っ切れるしかまずないですからね。そうですね、いろんなこう動画とかも出してくれてますけど、見てると吹っ切れてる感じは感じますけどね、選手の SNS なんか見ても、はい、まあ、それは外に出す力であって内なる力の部分ではどちらに作用してるかってやっぱり自分自身では結構わからない。実際試合始まって一番最初の CS を取る瞬間とかダメージの取れたとかそのタイミングになってようやく分かってくることもあると思いますし、ただまあやはりまずはそのドラフトのところの頭脳戦でどこまでまあフォーカスミサイルとしてはこう自分たちがやりたいことを築き上げることができるかどうか重要ですね。クラウド9戦では一度失敗したもののその後かなり修正できてますから。そうですね、あそこのクラウド9戦のみですかね、はい、ドラフトのところでうまくいかなかったのは。その後は本当にいいドラフトがずっと続いてますからね。さあ皆様お待たせいたしました、 T1VS デゾネーション4カスミドラフトです。まずはイデリアの番、そしてリーシン、オーナー選手のジャングル番、おお、ミッドへのターゲット番、やはり T1 多いですね。ちょっと嬉しそうに言うんですね。声が上振ってましたよ、ヤルヨルさん。そのアリア選手を警戒していると。うん、そうですね。そしてツイセットヘッド。さあ残り一つずつ。問題はファーストピック、特にジャーバンですかね。レボルさん気になってるチャンピオン、ジャーバンだって話を散々されてますけど、ここまでのところの5試合で全部の試合でピックかバンされていると2ピック2バンですからちょっと気になりますよね。もう死んじゃおう、スティールの得意チャンピオンですけど、これでティアの高いファイター系ガードリンカー系のジャングラーが2体いきなり消えましたから、こうなるとジャーバン、タロン、キアナ、タリア、ニダリ、はい、そういったジャングラーが出てくる可能性がグッと上がりましたね。ライズターゲット番ですね。米韓得意ピック、ファーストピック、スポーチュン、ジェイス、カンナ選手の得意チャンピオン。なるほど、まあ、トップキャリーのチャンピオンを取るというのが、まあ、T1 のドラフトは本当に主軸にありますからね。お、ユーミ、お、変えましたか、ユーミ。ダムワンと同じようなまずはスタイル考えを構築してくる可能性は非常に高そうですね。まあ、ザ・ LCK って感じですよね。どうなりますね。本当得意ですから。さあ、レオナ。レオナ仕掛けるピック。得意ピック、ゲンド。そして、ミスフォーチュンもありますが、結構ここ悩ましいポイントでジャングル結構死んじゃう空いてたら早めにデノネーションオーカスミ取ったんですけど、おお、ボット放置でロームミッドジャングルのところの勝負に対して仕掛けていく選択ですね。あとエズユーミの取り上げっていうのもちょっと込みかもしれないですね。ですよね、ユタポの得意ピックでもありますが、そうですね、タロンが空いています。これセラフィンボットの可能性もありますよね。ただイフェミセラフィンとなると、まあゲン選手からするとロームしやすくなりますね。ああ確かに。ただここまでのところ見るとミスポーチの可能性は高そうですが、セラフィン抑えますかね。いや変えましたね。ギリギリまで見せておいてグレイブス、ユーミタロン、グレイブス、フレックスチャンピオンではありますね。タロンにしろグレイブスにしろ、ほぼほぼタロンがジャングルでグレイブスがトップだとは思うんですが、まあ、でもいきなり変えるっていうのは可能性ありますよね。十分ありますね、はい、フェイカーもタロン使えますし、そしてリリア、おー、リリア、まあ、非常にパフォーマンス良かったですからね、うん、となるとレーナが CC 持ち、レオナだけだとちょっと足りない感じもありますから、もう一人エンゲージができるチャンピオン、トップカミットできればトップに欲しいですが、アーゴットですか、
ターゲットバンされそうな感じがするんですよね。そうなんです、僕もそれは今考えてましたね。アーゴってターゲットバンされそうだなというのは。あ、ルシアン・ユーミのライン、ルシアンをバンします。デトネーション・フォーカス・ミー。あと候補としてはミス・フォーチュンになりますか、うん、ミス・フォーチュンってユーミと相性いいんですか。さっきの試合のところを見てもアルティメットのところのシナジーは非常に大きいなと思いましたね。ミスフォーチュンが E 打ってそこでユーミがアルティメット打てばミスフォーチュンのアルティメットはほぼ確定でヒットするという形で組み合わせコンビネーション非常に強力だなと思いましたね。そしてやはりですね。でもこれは逆に言うと認められたと、うん、あと瀬戸もターゲットバン続きますかね。トップレーンのエビ選手のチャンピオンプールの中だとエンゲージができる、フロント張れるチャンピオンとなると瀬戸が候補になると思うんですが、いやって思ったらいきなりトップキャリーのカミールポンって出して見てみたいですけどね。おドレイブン、なるほどドレイブン熊吉、やっぱりこのグループステージでドレイブンのバンピック増えるんじゃないかっていう話ありましたけど、ちょっと多めですよね。さあラストバンゾーイ、アリアに対して本当に制限をかけますね T1。 これでとはこれはオリアナを取るしかないですか。残ってるミッドのピックとなると、ミッド隠しますか瀬戸から。まあ取られたくないっていう気持ちもあるでしょうねこれは。そうですね、ただ予想通りというか、まあ、エンゲージができるチャンピオンをしっかりトップレーンに取ることに成功しました。スイッチだとボットレーンほぼ捨てる形になりますからミスフォーチュンだとは思うのですが、ジン、お、ジン、ちょっとユーミとはあまり相性は良くないですから、となるとタロンユーミで崩していくと。なるほどなるほど。そして DPS はアジールで補う。アジールに対してリスクあるピックを仕掛けるか、それともオリアナ行くか、サイラス行きますか。すごいですね、3レンジ1アサシン構成みたいな T1 に対して。デトネーションオーカスミ、これかなり構成いいですよね。そうですね、フロント2枚でゾーンコントロールできるオリアナがいて、バックラインからエズラダメージさせてリリアが、まあ、前後のところで、まあ、エンゲージ補佐していく形になりますね。さあまずはドラフト、緊張のドラフトでしたが終わりました。レボルさん、この構成というのはいかがなんでしょう。デテンションフォーカスミーはもう、まあ、今まで培ってきたことをフルに発揮できる、自分たちが積み重ねてきたものを発揮できる構成になったと思いますから、非常にまあいいピックにはなっていると思います。ただやはり気になるのが T1 のこの構成、はい、かなり尖っているので。そうですね、どう機能するのかというのがちょっとまだ全体像としては見えづらいというところがあると思います。ただやはりそのオーナー選手のタロンとユーミーが一緒に動いて、そのタロンの、まあ、パルクールを生かしながらマップ全体にしてプレッシャーかけていく、そして敵を見つけたらユーミーの Q からスローを当てて一気にキルを狙っていくという形で、ジャングルミッド一緒に動いていく中盤の動きがかなり構成の軸に合っていると思いますから、そこの精度というところが T1 にとって中盤スノーボールしていく上で重要なポイントかなと思いますね。さあやはり一番、まあ、怖い、ところオーナーの、まあ、タロン、実際でショーカスミーも使ったので、まあ、強さというのは十二分に分かっているでしょう。さあ未知の領域に、本当に未知の領域に挑みますデトネーションフォーカスミー。改めて皆さんハッシュタグ DFM ウィンとつけてツイートをしていただければと思います。さあ始まりましたワールズ2021グループステージ Day1 ゲーム5、デトネーションオーカスミ VS T1 の試合スタートです。トップレーンのところのカンの選手をターゲットする動きではない、ミッドからボットにかけて走りました。T1 からするとただトップ、そうですよね、こちらの方が警戒対象、バレないように入っています。ちょっと警戒したい、警戒してますね。ピンが出ている、エビがこれもなんかスキルをわざともらったような、しっかりと後方のところステイ選手もアリア選手もカバーするポジション取ってましたね。さあキーストではグマヨシフリートフットワーク、ケリアがエアリー、フ
雰囲気はリーサルテンポ、カンナやはりフリートフットワーク、スティールがあとはプレデターですね。まあ、そうですね、大きく変わったルーンの選択というのはないですかね。アリア選手がちょっとリスク高めていくエアリーを選択しましたね。フェイズラッシュによって、まあ、ガンクカバーであったり集団性のポジション調整ということを考えるよりも、まあ、1v1 のトレードのところにかなり意識を割いていると。まあ、そのキル狙えるなら狙ってやろうっていうちょっと気持ちが入っていると。そうなりますね。さあ各連まずはファームタイムです。レベル1から経験値そしてゴールドを獲得するフェーズ。まあこのアジール VS オリアのレーニングというのはオリアのアリアの視点からすると気をつけなければいけないこと何になるんでしょう。やはりそのアジールのレベル6からのシュリーマシャッフルというところが一番怖いポイントですね。それによってガンクのセットアップが、まあ、非常に強力、非常に長いレンジからガンク合わせが可能になってくるので、レベル6のタイミングというのが最もアリア選手からすると警戒しなければならないタイミングになりますね。6まではじゃあ結構ミニオンのウェーブとかも気にせず。そうですね、まあ、もちろんアジールのハラスロングレンジで可能、こういった形で強力なのでそこは警戒して体力高く保ちたいところではあるものの、そこまでアリア選手であれば大きく差を作られるということはないと思いますね。ボットレーンではまあこれエズですからね。そうですね、メタポンからするとウェーブのコントロールというのはまあしばらく取れないというかウェーブコントロール得意な陣ですから。アリア強気にスキル打ちますがフェイカーステップ、エビもちょっとトップレーンでは苦しんでいるか。 CS さこのマッチアップであればしょうがないですね。しょうがない許容範囲。さあゲンの仕掛け、イグナイト、イグノースお互い打ちながら、ただウタポの体力低い、フラッシュアウト、あーイグナイトデッド。そしてゲンがここは一人になったのでフォーカスされます。急いでタワー下へフラッシュアウトです。ファーストブラッド獲得 T1。 今のはもうそのゲン選手が仕掛けて、まあ、勝てるという判断をウタポン選手が信頼してそのままダメージを取り出していった形ですね。いやそしてアリアもちょっと体力苦しそうです。これはリコールしないとキルラインになるか。ここでさあちょっとリプレイで見ていきましょう。陣の4発目のダメージですね。ああなるほど、ゲン選手が陣の4発目をダメ、陣の4発目を受ける想定でオールインしたわけですけど、グマイシは冷静に飛び込んでくるエズレールの意を見て我慢しましたね。ヘクスフラッシュからフェイカー狙いに行きますがブリンクアウトです。いやイグナイトとイグゾーストの本当に反応速度が異常なまでに速かったですね。速かったですね。グマイシはスイフトネスブーツ、でもかなりレート構成でもデタネーションを犯す意味はありますから、しっかり自分たちのパワースパイクまでまずは行きたいですね。そうですね、これトップレーンのところに対してスティール選手が介入しない限りはこのレーンのマッチアップはエビ選手からするとどうしようもないので、ここに変化を加えるかどうかですね。なるほど、あほらついでにミッドプッシュ、いや本当に苦しそうですエビ。でもこれはチームのためのピックなんですよね。そうですね、中入ってきたところスティールが見つけた、ただパルクールで壁を越えられます。そのままトップに対するだいぶ狙うような状況がありますが、いやフェイカーかわした強気に、いやあのアリアが苦しんでいる。クッキーを使ってうまく、おっとカンナがタワーダメージによってこれ釣ってますね。釣っている、あーエビは釣られません、釣られません。わざと体力使ってきたわけですか。まあ、ちょっとミスもあったと思いますけど、その後の流れでタロンがトップサイドをカバーしているというところもあって、それを生かす形に切り替えてましたね。さあフェイカー6になりました。ここからが危険な領域、アルティメットスキルを覚えているので、まあ、簡単に手前に弾き飛ばされてしまうと、なるべくフラッシュを温存していきたいですね。アリア、そうですね、
ているがボットレーン。ああ下がるの早い。ホラクルレンズ回しながら、これただスティールが合流するところにトラップも置いてある。フェイカーもミッドからボットレーンに降りてきました。これでボットをカバーできるワードを置いてボットのアドバンテージというのを確実にしようとしてますね。いやーでも改めてこのジョバ強いですね。仕掛けさせてもらえないですね、スティール選手がレベル6になってまあ、各レーナーのアルティメットスキルを持ってからの動きでフォーカスミーとしてはゲームの流れを切り替えていきたいところですが、このワーディングの状況だとスティール選手のポジションが把握されてしまうかどうかというところが気になりますが、さあただレート構成ですから我慢しましょう。そうですね、我慢ですね、特にスティール選手がレベル6になってからまた展開が変わりますから、アルティメットスキルを覚えてから、そうですね、そしてそこでトップサイドのアクションですね。ここからフォーカスミーとしてはボットレーンのところでプレッシャー2回ほどかけましたけど、切り替えていってトップサイドのところでのアクションに切り替えていきたいところです。そこで有利を作れればヘラドにつながりますし、ゲンがこれ2度目ですね。ボットレーンから離れてミッドのトップサイドから仕掛けようっていう動きですね。青の近い位置、そしてケリアが張り付いています。リリアレベル6になりましたね、ゲンはレベル4、ケリアはレベル5、両サポートアルティメットスキルは覚えていない状況でここで鉢合います。スティールがちょっと遠い位置か、それでもゲインが仕掛ける、そこに合わせようと動いていますが、スティールフォーカスはゲインへ、さらにアルティメットでインビジブル、キルはケリア、さらにはフェイカー入ってきて皇帝の分されエグゾーストをもらっているアリア、この間にダメージは出せません。トゥルーショットバラージが来ますがオーナーギリギリ生存。いやーやはり強い T1 ジンのアルティメット、そこに来ていたのか。グマユシ なんとか生存しました。アリア、ちょっとだけそのスティール選手のポジションが遠かったので仕掛けに対するリアクションが遅くなってしまいましたが、まあ、デトネーションフォーカスミーからするとポジションアドバンテージを作って先手を取れるタイミングでもあったので、そこに賭けに出ましたね、いい動きでしたよね。いい仕掛けだったと思いますね。ただ T1 サイドのリアクションが非常にいいのと、なんといってもケリア選手がもうすでにオーナー選手と一緒に動いているというところが非常に大きかったですね。さらにこれフェイカー選手はアジルのアルティメットでスティール選手の W、 そうですね、阻害してますね。ああ本当ですね。で、あ、もしそうですね、倒せることができたはずです。せめてフラッシュを奪いましたね。ダブルのあれ着地しないとダメージ発生しないですもんね。そこをアジルのアルティメットで潰してましたね。空中での打ち落としが、まあ、可能ですから。さあそれでもトップレーンフラッシュインで入ってく、おーっとコラルタルダメージとフラッシュの反応えげつないですが、カンナそれでもエビがショーストッパーで捉える、そこにオーナーが入ってくる、2分2の構図ではありますが、カンナは届かない、エビが強引に1キルでも取りに行く、ヘイメーカーで取った取った取った、ただ、さすがに生存はできません。2-1トレード。それでもデトネーションフォーカスミー。1キル獲得。いやー、よく心ところオーナー選手がカバーしている。早かったですね、来るの。リリアのアルティメットがクールダウンの最中だったので、その、あえて、まあ、仕掛けてこないだろうと相手に思わせてるタイミングの時に仕掛けたわけですが、カバーが早かったですね。そうですね、そのボットレーン、いや、そしてこれが一番怖いプレー、皇帝のブーサレショックウェブで返しますが、トップレーンにいたオーナーが今度はミッドレーン、いやーアリア生存できません。フェイカーのキルです。アリア選手のフラッシュがないタイミングの時にしっかりとアジルのアルティメットを使って、スノーボール狙ってきますね。定石なんですけどね、ただタイミングがバッチリですね。いやそしてタワー下にスティールちょっといることもできないか、ゲンがカバーに来ます。ただそのカバーの通路を狙っている、ファーム通路を狙っているオーナー、これですよね、ユーミとタロンのこの凶悪なスノーボール性能、壁越えてきますからね、この足の遅い猫が。そうなんですよね。そして無駄なく今度はミッドからトップミッド、そしてボットへと動いていきます。
うまくトレードここを勝ちましたね。ここはジャングラーいないだろうというのはアリ分かってましたね。冷静でしたね。さてここのところで本当にスティール選手のガンクがどこまで刺さるかですね。かなり強気に T1 としてはウィンレーンウィンゲームの構図を維持し続けていますから、うん、そこの隙をついてガンクを決めてウィンレーンの流れを一つ崩していくというのがとても重要ですね。いろいろタイミングも変えたりとかしてずらしてはいるんですけど、でもこれチャレンジして何かが決まりますから。そうですね、はい、何もしないことにはこの構図動かせないですから、あもう同じ本家も同じような感じでデータを出しますね。スティールもう一度動かしに行った。ただ今度はテレポートでカウンターを取ってくるのが T1。 エビはショーストッパーで一度飛ばしてヘイメーカー、これでフリーカーの体力合計削りました。エビいいプレーだ。ただ後手の分差でさらにはストップウォッチ、コロコロのタレは、いやギリギリフェイカーに当たっていないか。オーナーがボディブロック、いや本当に D1 うまい。トゥルーショットバラジャー、うわーうっそ。えそれ反応するんですか。そして一人で動いてるんじゃない、二人で動いています。オーナーとケリア、ゲンが狙われている。ショックウェーブを返してゼニスブレード、取ったか。ただインビジブルイグゾーストが、いやダメージ出したいタイミングでハリアに常にイグゾーストが張られている。イグゾーストがなければ取っているのに。ケリアのイグゾースト3回くらいはもう、いやもう一度テレポート。さあもう一度カンダを狙いに行く。ここでなんとしても1キル欲しいぞ。デトネーションオーカスミ、ユーミがまたいる、またいる。さらにはファイナルチャプター、ケリア、そしてオーナーがやってくる。対応が早い T1、 なんとか動かそうとデトネーションフォーカス E が仕掛けてはいるんですが、なんでまたフェイカートップレーンにいるのか。ユーミこの時間で単独で動いてトップカバーをする判断の速さ。ミッドでアクションを起こしてタロの体力を削っているので、それに合わせてリコールするという想定でデトネーションフォーカス E はトップ浮いているカーナー選手を捕まえる非常にいい仕掛けだったと思うんですが、いやでもこれでいいですよ。デトネーションオーカスミかなり仕掛けてますから。そうですね、仕掛けないことにはこの流れは崩せないですからね。いやチェイス性能が高すぎる。さらにはここにグマエシのスネア、ゲンは先ほどフラッシュ使いましたからね。まあ、ここは本当にどうしようもないというか、こういった単独でリスクのあるディープワードを仕掛けて相手の視界を確保しない限りは、その T1 が何をしてくるか全く分からないままで対応しなければなりませんから、ここのワーディングというのはとても重要ですね。さあブリンクアウトしますが、当然パルクールからウタポン、なんとしてもブルーバフを守りたい。ただブルーバフ取ったのはこれはケリアになったでしょうか。ボットレーンではグメウシがフリーでターンを殴っています。そしてミッドレーンへ後手の分差でアリアフラッシュアウト、確実に決めてきますフェイカー。そしてミッドのアドバンテージを作ったままそのままジャングル内へ。いやーずっと2人で動いている。もうなんでしょう、僕はあれを思い出しましたよ。マスターイートタロン、タリックをありましたね、ファンネリング。はい、それぐらいのプレッシャーはありますよね。これかなり高いですね。こういった動きは正直この15分あたりから始まるかなと思ったんですが、もう10分前から8分あたりから始まってましたから ねなんとかワードを消して自分たちが仕掛ける通路を確保しようとはしています。デトネーションフォーカスミ、ただトップサイドにはこの2つのコントロールワード。さあそのままブラストコーンを使ってボットへダイブ。ああただケリアがいる、そこにケリアがいる。テレポートも早い。グメイシウェーブクリア、ファイナルチャプターでのスネア合わせでカンナが煙幕からスローをつけてゲンなんとか逃れたい。フィナーレはよくて、フィナーレはよくてはいるんですが、当ててくる。これがワールズ個人技の高さ、反応が非常に早い。デトネーションフォーカスミーとしてもトップレーンテレポート差があるのは分かっているんですが、あ浮いている、まずキルを取ってゴール差を詰めないことにはどうしようもなりませんから、そこを狙っていくわけですが、ルーゼンテンペスタがもうケリアができていますから、ちょっとあのユーミのダメージもちょっともうバカにならないような、かなり大きなダメージを出してきますね。ダークシール4スタックでもありますし、
痴漢になっています。ローテーションを仕掛けているのは T1、 敵がちょっとプレッシャーをかけてターダメージはかなりもらってしまいましたが、アリアも寄っています。その間に狙っているのはボットレーン、前に出てきたところゼニスブレードからオナを捕らえようとしますが、ここはパルクール、スティールが一度スキル当てて子守唄だったら入ってくるのはこのタイミングでのオナー、パルクールで追撃、もちろんケリアもついてきています。トリプルキル獲得はオナー、1キル獲得ケリア、合計4キル獲得、これが世界の T1。 いやー強い、散々試合は T1 の試合、まあ、SKT の時代からそうですけど見てきましたけど、強い強いとは思ってましたが、改めてこの日本戦で見ると本当に強いんだなというのが、正直アリア選手がここまで連戦負けるのは想定してませんでしたね。あとはその、まあ、やっぱりプレインステージと大きくメタが違う点でいうと、ユーミが味方ジャングラーを大きくサポートして、タロンジャングルの影響力の高さというのが段違いですね。そうですね、それによってかなり苦しくなっていると。いや、うまい、うまいでしょうか、スミブ。でもこのアクションに対してカウンターをしようとして集まってというような流れですもんね。そうですね、しっかりとキルを取れるポジション探して少数戦のところで逆転といったところをしっかりと狙ってますからね。まあ、今日の2試合目の RNG vs PSG 太郎、 PSG 太郎最終的には負けてしまったものの、まあ、ファイトを選んでクワダキルエースを取ったからこそあそこまでゴルサ一気に詰めたというところがありますから。さあ仕掛けたゲン、反応が早い、そこ当てる、そしてそこにグマユシのスキルショット、思わずレボルさん前と言いましたけど、いや逃してもらえない。今ショーストッパー掴もうとしたんですが、ジンのバーストとグレイブスのバースト合わせてキル取りましたね、コミュニケーションが完璧、わざとオナも食らわないように下がってましたもんね。そうですね、グレイブスってこう使うのか急に冷静にならない。いやいやいや、どうその競技シーンに組み込むのかなと思ったんですが、おとりのような形でプレッシャーをずっと出すピックとして使うんですね。まあ、ちょっとオフタンクのような、そうですね、感じですよね。そしてレゼンションフォーカスミーとしてもカンナ選手が前がかりなのでそこを狙っていくんですが、そこに常にカウンターの準備ができていると、こういう動きですか。はい、ただショックウェーブで止めたが後ろに入ってきて、そしてフィーカーの後手のブーストレ、いや最後もただ仕掛けてなんとか1キル、1キルは取りましたレゼンションフォーカスミー、ただ4キル獲得 T1。 これがベスト16なのか。日本としては本当に初めて戦う舞台、それでもやっぱり T1 強かった。でも自分たちの試合をしっかりとデトネーションおかすみは行ったんじゃないでしょうか。勝利したのは T1 となりました。もちろん間違いなく実力の差は大きくあったのは間違いないと思いますが、ただそれでもやはり個人的に感じたのはプレインステージのメタとグループステージのメタの違いによるそのメタの差で大きくまた差がついたのかなという感じがしましたね。トップグレイブス、そしてサポートユーミ、ジャングルタロンといったところでトップサイドでスノーボールしていくと、グレイブスを前目に神田選手が攻撃的にプレーしてそこに相手を釣り出してカウンターをするというのがしっかりと定まっていたと。そしてフォーカスミーがそこに、まあ、釣られてしまって、それによって相手のスノーボールを許してしまったというのはあったと思いますね。あとはこの仕掛けるよっていう、まあちょっと LGL の言葉、チームの言葉をお借りするけど、覇気っていうのをチュッて出した、スッてこう出した瞬間にスーッて引くというか、勝てない、あの戦いたくないタイミングの時は無理をしない、戦えて勝てるタイミングの時はそこに応じるといったところがやはり本当に高いレベルでできているなと。いや
強いですね。また新た一つのこう壁を見たというのは現実ではありますが、ただこれが夢の舞台のワールズなわけですから、まあ、あとはここからそのグループステージのところで、まあ、戦略が変わってくる中で、反省に反省を重ねていって次の試合にまた準備していくといったところで、自分たちのチームを、まあ準備期間本当に短いですけど、どこまでアップデートできるかというのはとても重要だと思いますね。気を落とす必要なんてないですよ。全くないです。世界3度取った男ですよ、三河は。いや、ただそのアジル VS オリアナのマッチアップであそこまでアリア選手が苦しむのは初めて見ましたね。はい、国内じゃ見ないですね。全く見ないですね。プレインでも見なかった。見なかったです。まあ、本当に大きな壁があるんだなというのは改めて感じましたけど、一歩その階段をこう登ったんだなというのも、そうですね、この試合ですごい痛感したというか、まずその壁の前に立てないですから普通は。そうですよね。はい、さあ、そして続きましてゲーム6となります。エドワードゲーミング VS 100フリーズ、こちらですけれども、ここで一体インターバルを入らせていただきたいと思います。もうカミカミですね。すいません、それではインターバルです。一旦失礼いたします。